え、ここさ、落ちた。え、これ、俺が助けなかったらどうなるんだろう。え、ちょっと2周目だから、今回は様子見てみようかな。え、これ、アンダインが助けてくれんじゃないの？俺が助けなかったら。え、遅っ。そんなとこ突っ立ってないで早くこっち来て助けてくれ。うわあ、こんなこと言われるんだ。え、ごめん、でもアンダインが来てるから、これやっぱアンダインが助けてくれんじゃないの？いや、近いよ。あ、ダメだ。手が滑る。あ、落ちんのこれ。ああ、アンダイン。あ、行った。助けんじん。あ、こうなるんだ。あ、アンダイン助けてくれたの？やっぱアンダインが助けるんだ。俺が助けなかったら。ふう、死ぬかと思った。ははは。え、大丈夫？怪我してるじゃん。アンダインが？え、マジで？ごめんなさい。言われた通り、あんな奴に関わんなきゃ。うわあ、こんなこと言われんの？あいつ何もしてくれなかった。俺が死にそうになっても、ぼーっと見てるだけで。いや、ごめんって。いや、怖かったよ。しかもアンダインまで。うわあ、いや、落ちる前に助けてくれんのかなと思って、アンダインが。え、あいつと戦う？でも怪我してるよ。休んだ方がいいって。今ので怪我したんだ。ああ、戦士に休息はない。ああ、アンダインマジかっこよすぎ。いや、でもさっき、あ、これで終わりなんだ。いや、でもあいつさっき俺に嫌われるようなこと言ってくれって言ってたけど、いや、これで本当に嫌われただろうな、俺。え、ちょっと待って、ちょっと、いや、ちょっとこれ後味悪すぎるな。いや、ごめん、俺のせいだけど、完全に完全に俺のせいだけど、ちょっとこんな後味悪い感じになると思わなかった。ちょっとリセットしていい？ごめん ごめん、さすがにこれ引きずったままいけないわ。よしよしよし。よし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 。オッケー。助けた。助けたぞ。いやーね。興味本位でね、何でもやるのは良くないですね。ほんとにね。いや、まさかこんな、あんな後味悪い流れになると思わなくて。いや、ごめんな。いや、マジ。いや、このゲームさ、G ルートっていうのがあるじゃないですか。調べたから知ってるんですけど。で、まぁ、ちょっとそれをやるかどうかずっと迷ってるんですけど、ちょっと今の感じ見たら、マジやんの怖くなってきたなぁ。だって今みたいな後味の悪さ容赦なく入れてくるってことでしょ。いや、マジ G ルート、G ルートやりたくねえな。やりたくなくなってきた、今ので。アンダイン姉さん来た。このアンダイン姉さん戦で、長いな、アンダイン戦で、これね、この最初のチュートリアル、これでわざと攻撃に当たり続けると、こうやってなんか結構面白いセリフ見れるらしいんで、ちょっとあえてやってみます。正面で受け止めろというのは、弾が飛んでくる方を向け、ああ、これは聞いたね。これは1周目も聞いた気がする。こうですか？なるほど、なるほど。いや、わかりましたよ。完全に理解しました。OK。よく聞け。あ、はい。お前には弾を弾く槍を持たせてやった。持たせても、これですね、これ。どこまでもの明かりが悪いのだ。いや、お土産かなと思ってた。そう思うとこれ傷つけたくないな。いててててアンダインさんからもらったやり、わざわざ傷つけたくないな。ちょっとバビコを食べますね。何をしている。いや、ごめんなさい。ちょっとわざと上を向け、こうですか。簡単な部分、僕がこうやって上向いて、こうですかね。これ合ってますか。ちょっとバビコ食べますね。
ちょっと画面も見づらいけど、バビコ食べる。この戦いでは手加減するつもりだった。あ、はい。なんでしょう。手加減してなお貴様を倒せばモンスターの本当の強さを思い知らせることができると思ったのだ。あ、なるほど、そういう思惑が。だがもはやどうでもいい。なんで赤ん坊を教育しているわけではないからな。まんまもっともこれが赤ん坊の教育になるなら話は別だが、なんで怒ってるんですか。ちょっと、いや、ごめんなさい。真面目にやります。からその、怒んないで。はい、大きくなれ、大きくなれ。すくすく育て、アンダイン。姉さん、大丈夫ですか。あ、お疲れ様です。あんで、これで、あの、ウォーターフェルにアンダイン姉さんの家があるらしくて、そこ行ったら仲良くなれるらしいっす。ここの一番奥ね。いや、あそこが家だったんだな。もう完全に忘れてたの。おー、パピルスいる。あ、パピルス何してんの。電話してみよう。それはアンダインの家だよ。教えてくれてる。いや、もう直接話せよ。どの家かわかる？玄関にスケルトンが立ってるやつね。おー、すげえ。あ、ちゃんと認識してた、俺のこと。あ、わかりやすい。あの、前にスケルトンが立ってる、この家ね。うひょう、人間が来た。来たよ。アンダインと一緒に遊ぶ。いや、てか俺行って大丈夫。貴様とアンダインを親友にしてやるぞ。いや、パピルスにそんな器用な真似ができんのかお前。あー、でも遊ぶ。オッケー、じゃあ俺様の後ろにいてね。あー、パピルスの後ろ行ったらいいの。そうそう。え、アンダインにこれをあげて。え、何？あ、骨だ。すっごく喜ぶから。お土産持ってきてる。お前そんな気遣いできるやつだったの。おお、出た。あ、な、パピルス、いらっしゃい。え、めっちゃ気さくなんだけど。あ、で、すごいラフな格好。今日もロイヤルガードの特訓始めるか？え、めちゃくちゃ優しいじゃん、パピルスには。始める。こんな感じなの。見て、友達も連れてきたよ。あ、どうも、ランタンです。ああ、どうも、はじめまし。あ、すいません。いや、あの、その説は大変お世話になりました。どうぞ入って、二人とも。あ、いいの。あ、迎えてくれるんだ。あ、よかった。めっちゃキレられるかと思った。え、あ、電話できる。パピルス、まだアンダインの家の外で待ってるの。いや、だってさっきやり合ったばっかだよ俺ら。俺様も時々やるぞ。やるんかい。え、じゃあ、あ、じゃあお邪魔します。あー、意外と可愛い部屋。見てよアンダイン。え、友達がお土産持ってきてくれたよ。自分で選んだんだって。えー、お、パピルス、お前、え、すごい気遣いできる子。あー、どうも。あ、これ、よかったら、あの、骨です。あ、じゃあ、しまっておこう。他のと一緒に。他の？あ、おー、めっちゃ溜まってる。あ、でも、捨てたりはしてないんだね。優しい。特訓を始めるか？おーっと、忘れてた。え、何？俺様はそろそろトイレに行かないと。おい！いや、二人きりにすんなよ。じゃあ、あとは二人で楽しく遊んでね。いや。突然気遣いでき、いや、何やってんの？じゃあ。最後のガラスをぶち破れ、やめろ。どうします？何をしに来た？何でしょうね。敵の傷口に塩を塗りに来たのか。いや。あ、とりあえず YouTube で可愛い子犬の動画とか見ます。さらなる屈辱を与えるために。いや、どうなんだ。いや、屈辱を与えには来てないっすよ。違う。なら何をしに来たのだ。いや、仲良くなりたいなーみたいなね。
そうか、そういうことか。え、私が貴様と友達になると思っているのだな。あ、ぎくそうだろう。なんでわかったの？もしかしてアンダインちゃんって心理学部卒？ははは、これは傑作だな。いいとも喜んでなろう。え、あ、仲良く手をつなぎ共に戯れようではないか。皮肉で言ってそう。とでも言うと思ったか。いや、ですよね。いや、だって誰が貴様などと友達になるか。ショックオランタン。客人でなければぶん殴ってるところだ。あ、一応客人としては見てくれてるんだ。貴様は我々の夢と希望を打ち砕く存在。友達など死んでもなってたまるか。いや、パピレス、マジ戻ってこいよ。あいつ、分かったらさっさと出ていくがいい。いや、それ二人気になったらこんな。ああ、残念。いるじゃん。いや、入ってこいよお前。貴様とアンダインはいい友達になれると思ったのにな。いや、なんでそこで喋ってんの。どうやら、うん、アンダインを買いかぶりすぎたみたいだな。え、あ、煽ってる。やっぱり無理だったか。ファビュラス。何？無理だと？あ、火がついてる。パピルス待て。めっちゃ姉さんの扱い心得てるじゃん。くそ、私が貴様と友達になれない。いや、さっき自分で言ってましたけどね。くくく、笑わせる。いや、こんな人だったの。貴様のようなふぬき一人、友達にできる私ではない。いや、手のひら高速回転しますよ姉さん。見ていろパピルス。え、いいか、よく聞け人間。あ、はい、ずっと聞いてます。貴様と私はただ友達になるだけでは済まさない。え、私たちは、うん、ずっともだ。ずっともですか。いや、女子中学生ぐらいの表現ですよそれ。貴様は私に夢中になる。他のやつのことなど目に入らないほどな。惚れさせてくれるってことですか。くくく、これぞまさに復讐というもの。いや、もう自分でも何言ってるか分かんなくなってない。はい、座って座って。え、怖い怖い怖い、すごい笑ってる。あ、なにこれ。あ、ずっともにされる姉さんに。ファビレス、おい。あ、出ねえわ。え、なにこれ、ずっともイベント始まった。え、もう帰っちゃうの。あー、いや違います、あの一応パピルスもね呼ぼうかなと思って。そうはさせない。あー、ずっともにならないと出られない部屋。いや、これ大丈夫っす。あんな風に窓から飛び出すなんてパピルスのやつ。最後のガラスぶち破ってました、ね、いつもは着地も完璧に決めるのに。あ、毎回なんだ。毎回ガラス割ってんだ。前にアルフィーの友達がここに来て、アルフィーの友達ひたすらピアノの上に寝そべってたことがあった。え、誰？メタト？これ見よがしにブドウを一粒一粒食べながらな。いや、なんだそれ。めっちゃルネサンス。あの男は気に食わない。男？でもああいうライフスタイルには憧れる。憧れるんだ。え、ピアノの上でブドウを食べるライフスタイル、あんま憧れない方がいいと思う。あ、ここ姉さんの部屋なんですか。私の部屋に入りたいのか。残念だったな。オタクは立ち入り禁止だ。そんな。オタクですいません。でもオタクでも入っていいじゃないですか。まあ例外もいるけど。例外？え、誰？オタクでも入っていい人いるんだ。シンクには魚の形をしたティーカップがある。あ、かわいい。小物かわいい。このオーブンはメタブランドの最新デバイスだ。あ、やってたやつ、メタトンのやつ。だがどんなに技術が進歩しようと、はい、魔法の炎で作る手料理に勝るものはない。
あ、魔法で作るのが手料理なんだね、モンスターにとっては。そういうことか。引き出しに食器が入っている。フォーク、スプーン、ナイフ、うん。ミニサイズの剣、斧、槍、ヌンチャク。いや武器庫なんじゃね。フォークとかも武器だよ。骨の入った引き出し開けてみる。ああ、開けてみよう。さっき姉さんも、ああ、犬入ってる。いや、トビお気に入りだな、マジで。この犬。冷たい料理は好きじゃない。あ、そうなんすか。だからアルフィーに温めるように改造してもらった。あ、そうなんだ。これヒーターなんだ。ホット冷蔵庫だ。世界最高の発明品だぞ。いや、もうそれホット蔵庫じゃない。冷要素なくなってる。いや、これ何、ずっと気になってる。人間は最低だが、奴らの歴史は最高だ。歴史。その巨大な剣もしかり。え？あ。かつて人間たちは体の10倍にもなる剣を振るった。いや、それあれでしょ、アルフィー博士の漫画の知識でしょ。そうだな。いや、まあ、そういう人もいたかもしれないですね。ははは、やはりな。嬉しそう。それを知った時、私も同じものが欲しくなって。いや、姉さん実は結構人間好きなんじゃね。アルフィーと一緒に巨大な剣を制作したのだ。いや、コスプレじゃん。細かい設計は全部アルフィーがやってくれた。コスプレイヤーじゃん。アルフィーはめちゃくちゃ頭いいんだ。あーね、アルフィー博士ね、まあ、ロボ作れるぐらいですもんね。あー、姉さん、わざわざ来てくれてありがとう。いや、ちょっとさっきまですげえ怒ってたのに。テーブルの席に座ってね。パピルスみたいな語尾になってる。じゃあ、失礼します。座って先へ進める。先に進めよう。楽にしててね。あ、はい。今飲み物を用意するから。ありがとうございます。お構いなく。そんな、全然。ホット蔵庫に。え、何してんの。え、なになに。はい、どれがいい。あ、そんな見やすい感じで。え、じゃあ、おお、貴様、席を立つな。理不尽。ランプの末裔、理不尽。客は客らしく、おとなしく座っておもてなしを受けろ。いや、テーブル割れちゃいましたよ。いいのこれ。飲みたいものを指して教えてくれる。いや、だんだんミザリーみたいになってきた。その槍を使ってね。あ、これ、あー、これで、あ、なるほど。これで選ぶんだ。え、あ、待って、冷蔵庫とか選べるんだけど。冷蔵庫も選べるんだ、これ。ハーブティー、ホットチョコレート、うん、緑のか、緑じゃないけど、ソーダ、砂糖。あー、姉さんも選べる。え、これ姉さん選んだらなんて言われんの。あー、剣も選べるわ。どうしよう。いや、気持ち的には剣か姉さんが気になるけど。でもこれ、ね、姉さん選ぶのってなんかあれかな、お前が欲しいみたいな意味になっちゃうのかな。これちょっとセクハラになりそうだから怖いな。え、じゃあ剣、剣いただいちゃおうかな。剣か。いつもなら喜んでぶっ刺してやるとこだけど、あ、殺意が捨てきれてないよ、姉さん。大事なお客様だからダメだよ。あー、理性飛んでなかった、よかった。あ、これ選び直しできるんだ。あ、じゃあ、安大姉さん。え、それって、私を口説いてるの？やっぱりそういう発想になる。いや、まあ、全然、めっちゃ疑問句が。いや、まあ、全然、やぶさかじゃないですけどね。僕的にはね。強い女性好きなんでね。じゃあどうしようかな。冷蔵、ホット蔵庫。冷蔵庫？冷蔵庫を丸ごと食べたいのか。いや、そののり巻き頭みたいなことじゃないですけど。ダメだ！さすがにそれはダメですよね。あ、
ああ、それだけか。え、じゃああとは砂糖、砂糖、砂糖を食べたいな。そのお砂糖はお茶に入れるようだよ。あ、優しい。カップに砂糖だけ入れて客に出すやつがどこにいる。すいません。あ、でも、あ、でも姉さんこの世界では珍しい。お前はそれをスプーンですくって食べるつもりか。珍しいツッコミキャラだね、ちゃんとね。甘党ってレベルじゃないな。それとも地上では？甘いものを食べると強くなったり 300m ダッシュできたりするのか。え、あ、でもどうなんだ。あ、でもあの一粒 300m グリコとかね、うん、あと美味しくて強くなるビスコとかありますから。え、本当にそういう商品ありますよ。ははは、そりゃあいい。いや、なあ、でもまあ姉さんが楽しそうだからそれでいく。え、じゃあどうしようかな。ハーブティー、いや、ハーブティーがいいな。いや、俺リアルにハーブティー好きなんで。いや、姉さん、ハーブティーがいいかな、俺は。じゃあハーブティー、オッケー、ちょっと待ってて。あ、はーい。いや、でもでも、あの、全然焦んなくていいからね。あの、そんなゆっくり待つから。あ、やってるやってる。あ、あ、意外と丁寧な仕事。お湯が沸くまでもうちょっと待っててね。あ、いや、全然そんな。え、さ、そのさ、服かわいいね、それ。タンクトップみたいな。ね、ラフな感じがいいよね。あ、沸いた。お待たせー、できたよ。え、ちょっぱやじゃない、沸くの。さすがメタオーブン。5000度まで上がるって言ってたもんね、それね。あ、あー、ありがとう。はい、どうぞ。いや、ごめんね。あの、席から立てないからね、俺ね。いや、テーブル割れちゃってるけどいいのこれ。やけどしないように気をつけてね。あ、ありがとう。気遣い感謝。そこまで熱くはない。さっさと飲め。いや、もう急に怒るこの人、怖い。 いや、じゃあ飲む。ハーブティーをすすった、完全に熱湯だ。うわ、グッツグツ。いや、キラウェア火山か言うてね、これ。でもなかなか美味しい。あ、美味しい美味しい。いや、ありがとう。なかなか美味しいでしょ。モンドセレクション。もう、プラチナ賞あげちゃう。アンダインちゃんには。お友達には、とっておきのお茶を出さなきゃね。あ、とっておきなんだ、これ。いや、そんな気使ってもらわなくていいのに。ね、そろそろ槍下ろしていい、これ。でも、考えてみると、そのお茶を選ぶなんて不思議だな。え、なんで？てか、ずっと汗かいてるけど大丈夫。金色の花のハーブティー。あ、あの、ママとパパの。アズゴアのお気に入りなんだ。あ、そうなんだ。ハーブティーにできるんだ、あの花。そういえば、お前ちょっと、アズゴアに似てるかもしれない。え、どこが？いや、おっさんかな？おっさんなとこかな？そこは似てるかもね。ダサいとことか。ひどし。ひどし国原。ちょっとだけな。でも似てると思って。私、子供の頃は喧嘩っ早くてさ。子供の頃は？あ、今は違うんだ。あ、なんかでもいい感じの曲が。腕っぷしを証明したくて、アズゴアと戦おうとしたんだ。あ、王様と。ま、戦いにすらなんなかったんだけど。あ、王様の方が強かったってこと？私の攻撃、一発も当たらなかったよ。王様。あ、まあ、確かにめっちゃ強かったもんな、王様。それどころか、アズゴアは反撃すらしてこなかった。あんなに恥ずかしい思いしたことないよ。初めての挫折だったね。アズゴアは私に謝って、わけわかんないこと言った。うん。君は私を倒す方法を知りたいかいって。へえ、何それ。てか、なんかすごい。知りたいって言ったら、それから毎日特訓してくれてさ。すごい昔話聞かせてくれてる。ある日特訓中に、私ついにアズゴアをノックダウンしたんだ。あ、勝てたんだ、ある日。その瞬間、ごめんなさいって思った。へえ。
でもアズゴアはすっごく嬉しそうに笑ってたんだ。あーやっぱアンダイ姉さんも王様のことすごい好きなんだな。ぶっ飛ばされてあんなに嬉しそうにしてるやつ初めて見たよ。でアズゴアはそれからもずっと特訓してくれて、うん、ついに私ロイヤルガードの隊長になったんだ。なるほどね。そっからロイヤルガードの隊長か。そんなわけで今じゃ私が下っ端を特訓する係。あーパピルスね。パピルスとかな。パピルスどこ行った？そういえば。でもさ正直、うん、ちょっと微妙なんだ。え、何が？パピルスをロイヤルガードにしちゃって大丈夫かなってさ。え、てかなんかすごい心開いてくれてない？これ本人には言わないでくれよ。いや言わない言わない。めっちゃ女子会みたいな感じになってる。別にさあいつが弱すぎるってわけじゃないんだ。あ、パピルスが。どっちかっつうとかなり強い方だよ。あーやっぱパピルスって強いんだな。いや確かに強かった。でもいかんせんピュアでいいやつすぎるんだよな。まあそれは確かにそうだね。パピルスはいいやつ。大体お前を捕まえるはずだったのになぜか友達になっちゃうし。いや姉さんもこうして今お茶に招いてくれてるけどね。あんな調子じゃとても戦闘任務は任せられない。てか人間がいないときは何してんの？ロイヤルガード。ろくに戦いもせずニコニコしながら殺されるのがオチだ。まあ、人間の襲来に備えてんのかな。実はなそんな理由もあってあいつに料理を教えることにしたんだ。あ、姉さんが教えてんの？料理。そうすればその別の道も開けるかなって。え、めちゃくちゃパピルスのことを考えてあげてるじゃん姉さん。あ、なんかごめん私ばっかり喋っちゃう。いやいやいいよ。いや全然。てかそんなセリフ言う人だったんだ。お茶がなくなっちゃったね。いや全然いいんだよ。今おかわり持ってくる。てか俺まだ立っちゃダメなのこれ。いや全然自分で汲みに行くけど。待てよ。あ、パピルスのお料理レッスンといえば、え、何？まさに今レッスンの時間じゃないか。あ、そうなの？あ、この時間が？パピルスめどこへ消えた。え、確かにあいつ何してんの？ずっと外にいんの？こうなったら貴様に代理でレッスンを受けてもらうしかないな。え、なんで？俺？あ、俺が受けるの？あー飛んだ。え、天井高この家。おお、いやお行儀悪いよ。そうだと思う。ちょっとアンダインちゃん、パピルスと私の絆が深まったのは料理のおかげ。いやいいから降りな。ということは同じレッスンを貴様に受けさせれば貴様との絆も計り知れんほどの深まりを見せるはず。いやまあ全然いいけどレッスン。くどうだ、恐ろしいか私と親友になるのが。そのキャラまだ忘れてなかったんだ。すごいと思った。あ、その持ち方やめて。髪の毛抜ける。いや予防してるから俺。ではまずソースから。うわー、いろいろ上から降ってくる。この野菜どもを貴様の宿敵と思え。宿敵？拳で殴り原型がなくなるまでぐちゃぐちゃに潰せ。じかな宿敵。どんなふうに。いやでも字だとしたらそんな力込めちゃダメだよ。あのゆるーくね、デリケートだからゆるーくゆるーく野菜を愛おしそうになるだよ。そうそう、宿敵の字だと思うならねこうやってデリケートに扱ってあげる。おい貴様、敵を撫でてどうする。いや字はこうしないと悪化すんだよ。私が手本を見せてやろう。いや結局やってくれんの？ぬわー。いやちょっとテーブル破壊しないでよこれ。じー。後でかき集めてボールに入れよう。俺の字が、字っていうのやめきたね。とりあえず、うわ何でも上から打ってくるマジで。パスタを茹でるぞ。あ、パスタ作ってた。いや
本来なら自家製生麺が最強だが、ああ最強なんだ、最強って言い方、私はいつも店で買ってきたのを使う。まあ大体の人そうじゃない、その方がコスパは最強だからだ。あ、最強にこだわってる。アンダインちゃんかわいいね。うわー、パパスが死ぬとき。あー、とりあえずスパゲッティを鍋に入れて。今のおたけびなんだろう、どんな風に入れる。え、いやまあ宿敵だと思うのは慎重にだよ。そんなね、豪快にやっちゃう。パスタを1本ずつ鍋に入れた。あ、1本ずつね。そうね。空っぽの鍋底に当たってパラパラと音がした。刺激しないようにね。うん、刺激が一番の大敵だから。よし、次は茹でながら混ぜる。混ぜる、ここでのポイントは混ぜれば混ぜるほど、うん、美味しくなるということだ。いや、そんな混ぜそばみたいな理論あったっけ、パスタに。よし、やってみろ。あ、まずい。あ、あれんだ。あ、オッケーオッケー。もっと、まあ、もっと、いや、結構いってるよ。いや、もっと、いや、もう結構ゆ、いやいやいや、指痛い。いや、これ以上はちょっと指痛いよ。ガー、もういい、私がやる。いや、全部やってくれる、アンダインちゃん。優しいね。おー、いや、混ざってない。ちょっと、あ、鍋が。くやはりこうでなくてはな。いや、何をしてるの、これ今。よし、次が最後の工程だ。あ、うん。強火でグラグラ茹でる。いや、茹でてなかったの今の。あ、強火でね。コンロの火に己の情熱を投影しろ。いや、精神論だ、ここに来て。夢と希望を熱く燃え盛る炎に変えろ。え、でも俺がいると夢と希望ないんじゃなかった。準備はいいか、全力でかかれ。あ、はい、長押し。あー、もっと熱か。まだまだ、うわー、すっと待って。え、これ大丈夫？んー、ちょっと、うわー、白くなった。なんだ？え？は？あ、いや、あー、失敗しちゃったね。ははパピルスの料理がうまくならないのも無理ないな。え、全然怒ってないんだけど。すごい優しい、この人。次は何する？交換日記？お揃いのアクセ作り？とりあえず出ない。ちょっとここ危なくない？ここいるの。はあ、もうやめだ。あ、もうやめるの。認めよう、私は失態を演じた。失態？人間よ、貴様に私を好きになるよう強いることはできない。いや、急に冷静にならないで。どうした？反りが合わぬものとはどうやってもうまくいかないものだ。え、貴様と私が水と油ならそれは仕方のないこと。あ、水と油だった、俺と姉さん。友達になれないのならそれでいい。いやいや、全然なれると思うけど。なぜなら友達でなければ何の気兼ねもなく貴様を始末できるからな。またこの人格出てきた。いや、ほんとな、おー、え、あ、マジで戦うの？私の負けだ。見ての通り、家は炎に包まれ、貴様とも友達になれなかった。いやいや、諦めるの早いって友達になるの。こうなったら、貴様が客人だろうと構いはしない。え？ここで決着をつけさせてもらう。今度こそ全力で勝負だ。いいけど一回外出ない。プライドを踏みにじられこのまま引き下がれるものか。プライド、貴様も持てる力の全てを振るいかかってくるがいい。やっぱ情けをかけられたのが嫌だったのか。とりあえず分析、今度こそ全力でかかってこい。全力でかかってこい。あ、攻撃してこないんだ。でも攻撃するフリよりはちゃんと攻撃した方がいいんじゃない。いや、あえてちょっとミスって、おお、あれ白くなっちゃった。あ、1ダメなんだと。
それが貴様の全力か？いや、戦う気がないってことじゃないの、これは。持てる力の全てを振り絞ってもなお、貴様は私を傷つける意志を持てないというのか。ああね、あの殺意がね、そのまま威力になるみたいなあったもんね。ふん、実は、私もお前に手荒なことはしたくないんだ。ドキー！あ、そうなの？姉さん、はじめはお前の偽善にヘドが出たけど、うん。でもお前が今私に浴びせた攻撃は、昔私を鍛えてくれたある人によく似ていたよ。あ、王様か？お前はただの腰抜けなんかじゃない。うん、でっかいハートを持った腰抜けだな。あ、ニコー！あ、姉さんの笑顔初めて見た。その感じの笑顔、あの人と同じだ。あの人なあ、人間。何？お前とアズゴアは近いうち戦うことになるだろう。あ、王様ね。うん、でもな、あの人のことだから本当はきっと戦いたくないはずだ。ああ、それはまあ知ってるけど、だからお前も戦わずに話し合ってくれ。話し合いか。お前ならきっとあの人を説得して地上に返してもらえるよ。あ、でもこれが新エンドの鍵なのか。そのうちまた別の悪い人間が落ちてくるだろうから。悪い人間。そしたらそいつの魂をいただくよ。はあ、昔落ちてきた人間は悪い人だったのかな。それでめでたしめでたしだろ。クククだけど、もしお前がアズゴアを傷つけたりしたら、うん、その時は人間どもの魂でバリアを壊すよ。あ、一周目のエンディングで言ってたやつだ。そしてお前をボッコボコにしてやる。それが友情ってもんだろ。友情、そうかな。まあでも姉さんがそう思うなら、友情でボコボコにしてくれるならまあいいかな。じゃ、家が燃えちゃう前に逃げようか。いや、遅い。判断が遅い。鱗滝さん怒っちゃう。はあ、楽しかった。な。あ、楽しかったの？あー、楽しんでくれてたならよかった。また遊ぼうな。あ、遊ぼう遊ぼう。あー、でも私ん家にはもう呼べないけど。なんかよくわかんないうちに仲良くなってた。とりあえず、パピルスんとこにでもお世話になるかな。あー、パピルスんち行くんだ。私に会いたくなったら、スノーフルに来てよ。気楽に引っ越しするね。あ、それと、なんか困ったことがあったら、あ、電話番号？パピルスに電話して。おー、パピルスに？私も一緒にいるからさ。めちゃくちゃ仲良しじゃん。んじゃ、またなー。あ、お疲れ。あー、行っちゃった。めっちゃ家燃えてるけど、これ放置でいいの？家が泣いとるぞ。中にいるのは燃え盛る炎だけのようだ。いや、そんな、詩的な表現しなくていいから。おい。あ、なんだよ。あ、こいつはセリフ変わんないのか。え、これ。あ、パピルスとアンダインになってる。それはアンダインの家だよ。え、てかパピルス今どこいんの？今度また。あ、あれ？え？はあ、はあ、あ、ああ、姉さん、いる。あれ？そう、それは私の家だ。ああ、会話に加わってきた。アンダイン、どうしてこんなに早く戻ってこられたの？戻ってこ、あ、スノーフル？走ったから。あ、スノーフルに到着したのか、今。うひょう！俺様もいつかアンダインみたいに強くて汗だくになりたいぞ。いや、汗だくにはすぐなれるんじゃないかな。あ、終わった。いやだ。いや、仲いいな、あの二人。あ、じゃあこれでアンダイン姉さんと仲良くなれたのかな。いや、すげえな。今のイベント俺初めて見たわ。面白かった。え、じゃあスノーフル行ってみるか。あ、あ、足りられ、ちょっと。
選手そんなんだったっけ。あれ、あ、じゃあスノーフルまでお願いします。はい。あ、やっぱ世界違う。あ、乗ったことない。何これ。あ、こんなパターンあるのこれ。テミー村はどこに。あ、もう行きました。え、てかこれ何、こっちの説明してほしいんだけど。え、にゃんぴょう、ピュートフクジャガーのにゃんぴょうに似てる。あ、着いた。 ありがとうございます。またどうぞ。マジで何の説明もないの。え、アンダーいんのかな。パピルスの家こっちだよ。あ、いる。普通にいる。いや、中入りなよ。なんで外に。おお、来たな。調子はどうだ。あ、すごい気さく。ハックション。いや、くしゃみ出てるじゃないですか。パピルス、お前こんなに寒いのによく平気だな。中入ってくださいよ。皮膚がないからね。あ、笑っていいのかどうか微妙なジョーク。こんなとこに突っ立ってないで、グリルビーズにでも行かないか。ああ、いいっすね。あ、行きましょう。あ、脂っこいもの嫌いだもん。あ、そうなの。パピルスその性格でそうなの。胃袋ないくせに贅沢言うな。いや、笑っていいのか微妙なジョークやめて。やだ、俺様は誇り高きスケルトンだぞ。関係ある。脂っこいもの好きなのと。パピルス、なんでこんな寒い森の中に住んでるんだ。いや、寒さを感じないからじゃないですか。家賃が安いから。あ、そうなんだ、家賃安いんだスノーフル。そうなのか。お前の家結構広いよな。いや、すごい仲いいなマジで2人。うん、でも家賃払ってるのは兄ちゃんだけどね。あ、そうなんだ、サンズが払ってんだ。お前の兄貴はその金をどこで稼いでくるんだ。いや、なんかちょこちょこ物売ったりしてますからね。そりゃあ決まってるよ。謎だよ。あんまりよく分かってないんだ。いや、サンズだけはマジで謎なんだよな。あ、セリフ一緒か。サンズもやっぱ新エンドでちょっと分かるのかな。深掘りされんのかな。え、パピルス、貴様とアンダインが友達になって嬉しいぞ。いや、なんかよく分かんないけど慣れたわ。俺も嬉しい。すごくお似合いだ、パスタとおこげみたいに。どっちがおこげ。俺かな、俺がおこげかな。え、この状態で電話かけたらどうなるの。電話かけてみる。目の前にいるけど。あ、出る。スノーフルはパピルス様の住んでるとこ。しかもちゃんとパピルス動く。それがこの街のキャッチコピーでしょ。いや、違うと思うけど。あ、サンバカ。あー、すげえ。え、じゃあこれでフラウィーの言ってた条件達成したから新エンドに近づいたってことになるのかな。あ、船元に戻ってる。じゃあホットランドに。で、あとアルフィー博士とも仲良くなれるイベントがあるらしくて、なんでちょっとホットランド行ってね、それもこなしていきましょう。